ごきげんようじ、おはようじ、どうも、近藤ようじです。今日はですね、キッチンにおるんですけれども、めちゃめちゃ今更おうち時間暇だしということで、いちご飴を作っていきたいと思います。こちらがいちごです。こういうのは前置きが長いとダメだと思うので、ちゃっちゃと作っていくよ。ちょっと窓開いてるから、恥ずかしいから窓閉めてくるわ。あ、これ帽子かぶってんのはね、特に意味ないんですけど、おうち時間でも、こう、おしゃれに気を使ってる俺みたいな感じ。とりあえずまずはイチゴを洗って水気を取ります。ちょっといろんな人の動画を見てんけど、成功するかはわからん。初めてなんよね。座ってやったらいいんか。ちょっと待ってや。まずはこのおイチゴさんを洗います。水気をキッチンペーパーで取る。どうでもいいか。でも俺がこんなイチゴ拭いてるところなんて。早送り。はい、お水が135と、お砂糖が180。はぁ、186やって。まあ、いっか、ちょっとぐらい。35とか、難しいから、これでいいや。え、なんかさ、お水多い気がする。そんなもん？え、135ml ってさ、出るか。まあ、いいや、つけまーす。あ、いちごを串に刺すのを忘れていた。竹串にいちごを刺します。やっぱヘタを切らないといけない。ちょっと待って、いろいろ待ってね。でもなんか10分ぐらい煮込むらしいから、まな板溶ける。待って、マジで場所がない。お皿こっち。みんな知ってると思うけど、俺左利きやん。なんかさ、左利きって言うだけでさ、じゃあ頭いいんですかみたいな、ちょっとそんな言われるか、言われるねんけどさ、たまに。たまにな。まあ、左利きだけでそんな頭いいわけなかろうと思いながらも。2個ぐらいでいっか。かわいい、見て。俺さ、1回しか食べたことないね、いちご飴。なんか原宿でちょっと高いやつやけど。だから、なんか作ってみたいなと思って、ずっと作ってみたかったんやけどさ、なんかなかなかこう、やる気が出ずに。もうさ、おうち時間さ、みんな何してる？何もしてなさすぎて、もうそんなことはないんだけど、割とリモートの仕事やったりあったりすんねんけどさ、何もしてなさすぎて、もう乳首の毛めっちゃ生えてる。関係ないと思うやんか。はい。なんかさ、乳首の毛生えるやん、みんな周りに。男の子は？女の子もやるかわからんけどさ。で、そういうのって別に誰にも見せへんけど、あっぷんな。誰にも見せへんけど、なんかちょっと気にするみたいなとこあるやん。で、その別に誰にも見せへんけど、気にしたりとかしてた部分を気にしなくなったから、別に誰にも会えへんし、みたいな。わかるポイントは、こうなんかピョーってやって、お水にピョーってつけて、そのつけたやつが固まったらいいんで。換気扇つけたいけど、換気扇つけたらさ、めっちゃさ、うるさくなりそうやから。何回もこうやってやってるけど、一人で食べるからいいね。友達でやるときはこんな汚いやつやって、こんな汚い方法したらあかんで。行こう、もう行こう。行きます。なんでこんな一緒に回るの？なんかこの竹串めっちゃ柔らかいんだけど、何？一個だけすごい不良品みたいな。めっちゃ柔らかい。待って。なんで？ボヨンボヨンやねんけど、何これ。ダメー。めっちゃ綺麗。この子綺麗よ。やばい、めっちゃ汚くなって思った。置く場所が途中でなくなって。どう？いけてそう。リビングに移ります。はい。できたので食べていきたいと思います。ASMR ということで、頑張ります。まずはちょっと、音を。ゲップ出ちゃいました。いただきます。
最後の。おいしい。次。朝ごはんも食べたからね、お腹がいっぱいですわ。はい、というわけでいちご飴大成功しました。皆さんもね、おうち時間いちご飴作って楽しんでみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと何かこれ作ってほしいよみたいなやつとかあれば、まあ料理下手なんだけども、頑張っておうち時間を有効に使って作りますので連絡してください。 LINE して LINE。 それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。